はい、皆さんこんばんは、バーニングラビットのあやロレスがもらね怪しい料理ショー番外編、7月21日に投開票が行われます。令和元年の最初じゃないのか、まあ参議院選挙のねについてちょっと語ってみたいかと思います。まずね、主要政党の参議院選の公約っていうことで、これなんだっけな、何の新聞から取ってきたか忘れちゃったんだけど、ちょっとその画像をね、見つつ、私はちょっとねその憲法改正について特に語りたいと思います。まず自民党は、改正推進派でね、原案の国会提出等々書いてあります。で公明は改憲を否定しないが9条への自衛隊名義は慎重に議論されるべきと。で立民は9条の改悪や解釈改憲には反対と。あと国民民主は未来志向の憲法を議論。共産は、安保9条改憲に反対。バカだね。維新は教育無償化、統治機構改革、憲法裁判所設置を改憲公務。社民は、憲法改正反対。でここには実は載ってないんだけど、あと幸福実現党も憲法改正反対、あと令和新選組も、公約には書いてないんだけど前に、決闘する時の、その党としての方針として、憲法改正反対というふうに明記されてました。まあ今の逆に言うと今のその選挙の段階で出さないっていうのはとっても賢い選択かなと思うね。今結構争点になってるんでそこを前面に押し出しちゃうと票が割れる可能性があるんで、そういう中でね私自身はやっぱり憲法改正すべきだと思うし、ちょうどねあの性比べっていうちょっとサイトがあって、そこに、そこの文章をちょっと、ね、読ませてもらいます。憲法改正はどうして必要なのか。憲法改正の声が徐々に高まっていますね。先日某報道機関によるアンケートで、改憲派が護憲派を大きく上回ったという結果が出ました。これはとても良いことだと思ったのですが、同時に少し内容に不安も感じました。国民が改憲の必要性を本当に理解しているか疑問に思えたからです。私もそう思います。アンケート結果では憲法9条の改正が最も重要だというふうに出てきました。もうこの時点で私笑っちゃう。9条なんてね、屁でもねえよね、実際のところで言うとね。だって実際、臨時措置で。おそらく、実際に迫っている中国や北朝鮮の脅威によってそういう気持ちになっているんでしょうが、それがなくなるとどうなるでしょうか。状況によって気持ちはすぐ変わりそうで、改憲が必要な本当の理由を理解していると思いません。どうして憲法改正が必要なのか、正しく理解して改憲しなければならないと思うのです。日本国憲法がいろいろな意味でおかしいから改憲が必要なのです。大切なのはおかしな日本国憲法を見直すことであって一部の改正だけではないのです。俺もそう思います。だから、平成24年に出たね、自民党の改正草案を見て思ったのは、あの中途中途の文書を引っこ抜いてきてそこの文字を入れ替えてるだけなんだよね。だからあの大枠として日本国憲法を ほぼほぼ変わってないっていう草案を使ってる。根本的に思うのは守らなかったからって何も起こらないってところなんでね。あと9条もそうなんだけど、いわゆる解釈の変更というやつで、どうにでも運用が変えられるっていう点をやっぱ俺は個人的には何とかした方がいいと思うし、今生活保護法でもって生活保護が日本はそう憲法には外国の人を生活保護でその、ね、生命の保障しなさいとどこにも書いてないんだけど、とあるどっかの、知事さんか誰かが、外国人にも生活保護の範囲を広げちゃったもんで日本全国に広まっちゃったっていうのがあって、今はないのかもしれないけど一時期、向こうの大陸の方からその移民というかねその親戚を頼って日本に来た人が、中国に子供が10人20人いますっていう申請をして、数十万円の保護費を受け取ってるなんていう事例もあったみたいなんで、それも実際言うと憲法違反さっていうのもあれだけど、憲法違反だと思うよ。書いてないんだ。あと今そのね某宗教系の、政党もあるんだけど、
それも政教分離のそういうね憲法で規定した中でいけば明らかに憲法違反ですね。まあ、この間たまたまの某その方とちょっと街頭演説してるところに付き合ってビラ配りの人に、でもお宅の政党って憲法違反ですよねって言ったら、その人言い方がいいよね、違憲だけど合法なんだって、何それってな、憲法に違反してるけど法律に違反してないっていう、そういうことがまかり通ってる現状をね、どうするか。だからすごい、俺は だいたいさ、憲法で全く改正してない憲法を運用してるのって日本だけなんだよね、世界的、まあ、憲法がある国も少ないんだけど、憲法自体を全く70運年いじらずに使ってるのは日本だけなんだけど、いじらない割に解釈の変更っていう大技を使って、自衛隊は任務をどんどん拡大してるし、そういうね、違憲だけど合法っていう行為がまかり通る国になっちゃってる。だ、法治国家って言いながら、法治が違うと思うんで、法で治めるじゃなくてさ、法じゃねえや、もう野放しにされちゃってるのかなと思うよね。つくづくなんかね、その辺だ、本当憲法改正って改正じゃないね、だから本当新憲法の制定ぐらいの勢いで、やるぐらい手つかずで長いこと使っちゃってるから、俺はそこはね、直した方がいいかなってちょっと、ね、思いますね。まあ所詮参議院選挙なんでね、参議院選挙でどっかの政党が取ったからってさ、憲法改正が前に進むと俺は思わないけどさ、やっぱ衆議院選挙がメインなんで、衆議院でひっくり返れば大きく動くと思うけど、参議院選挙でどう頑張ってもね、そうならないような気はするよね。そう考えたらどう考えたって、今の勢いでいけば自民が圧勝するのは目に見えてる気はするし、その他政党はみんな変なチョコでね、ろくなもんじゃねえし、まあ令和新選組がもしかしたら伸びるのかもしれないけど、あそこの政党は基本的にまあ、こんなこと言うとあれだけど、社会運動家の人たちをする人たちなんだなって思うんで、政治家になるにはちょっとなんかね、スタンスが違うような気がする。まあそんなところで、まあその選挙のね、占うというか、その憲法についてちょっと言ってみましたけど、だから憲法改正には投稿者であるバーニングラビットは賛成なんですけど、ただ今の現状のそういう改正草案とかを見ると、今の案ではどう考えても、いいですねとは言えないし、と思います。まあこれは政治家じゃねえから、まあ長くブツブツ言ってるだけで終わりなんだけど、でね、要はまあ日本ってほら、選挙以外にそういうほら政治家の方に物申すというかね、そういう機会がないってよく言われるんだけど、それってもう結局政治家の人がさ、一般ピーボルの話を聞く気がはなからないってことだよな。献金やら寄付をしてる人に優しくなってるだけでさ、その時点でおかしいなと思うんだけど、まあ、そんなこんなでございますが、またまたこんなくだらないことを言っておりますが、時々ねこんな感じで、不定期ですが動画を投稿してますので、よかったらチャンネル登録、いいねを押していただけると、私の生活はまあちっとも楽にはなりませんが、この私のこれね、拙い解説ではありますが、聞いていただけるといいかと思います。まあこれ以外にね、時々料理配信じゃねえや、料理動画もね投稿してますんで、よかったら見てやってください。本日はねこの辺で終わりにしますんで、ありがとうございました。失礼します。